ベロちゃん、大学生になったね。大学生です。プーケットのキャンパスライフ、キャンパスライフだね。また19歳ですよ。頭がね、頭が変わってない。じゃあデートだね。オッケー、じゃあデートといえばセブンイレブン。大学、大学といえばセブンイレブン。タイのプーケットのセブンイレブン。日本じゃ、マジ日本じゃ、なんかすごくない？バレンタイン、一緒バレンタインそろそろ来るの。そういうことか。なんか向かったの？え？あ、すげえ、めっちゃうまそう。何これ、うわ超うまそう。日本よりレベル高いかも。あ、ケイトだとアベルちゃんに何か買ってあげる。あー、いいよ。セブンイレブンでタイのプーケットのセブンイレブンで何か欲しいもん買ってあげる。ベロちゃん、メキシコ人のベロちゃんが欲しいものって食いもんかい。食いもんですか。え、もっと見な、もっと周り見な、もっと周り見てさ。マジで日本のセブンだと思って、はい、そっぽいじゃん。そっぽい。でも何か違うじゃん。そっくり、外からなんか見るとなんかそっくり、ね、中もなんか結構そんな違うな、そうだけど全部違うじゃん。全部違う、もう。でも何が違うか分かんなくて、脳みそが日本とタイの文化がミックスされた場所みたいな。そうだよね。あと飲み物も全部違うしね。あ、脳が、脳みそが。デートどこじゃないよ、帰んないよ。え、無理無理、知ってる、うん、デート無理、もうデートやめた。デートやめた、デートやめた、もうやめましょうか。え、いいの？いいよ。え、おにぎりめっちゃ人気、見て。おにぎり人気、もうラスト1個。アメリカとタイと日本と、なんかいろんな混ざってる、いろんな混ざったのがこのセブンイレブンだから。で、学校の中、大学の中にあるセブンイレブンだからお酒が売ってない。お酒が売ってない、すごくない？オーマイガー、ラッツオールデリシャス。チェリー、あれです。はい、チェリーパイね。チェリーパイ、チェリーパイ、はい。はい、じゃあねー。よかったら楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくね。めっちゃうまそう、普通にうまそう。コンビちゃんのケーキ、ワッピーワッピーワッピー。